おはようございます。たかしです。本日は7月1日土曜日、週末ですので来週3日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。またツイッターでの先出し配信もしています。条件が揃えば勝率が高くなる根拠のある配信をしています。ツイッターのチェックもお忘れなくお願いします。ではまず日足から見ていきましょう。現在日足は以前から言ってますがかなりの高値圏というところに到達しております。この黄色のゾーンですね、この上にあるグレーの点線っていうのは月足のフィボナッチリトレースメントの 50% に当たるところです。ここでは一度反発をするのかなと思ってますが、現在は高値圏に張り付いてそこで日柄調整をするのか、それとも一旦大きめの下落をして値幅調整をしてくるのかというところです。ここのところの動きを見てますと、ずっと強い上昇で上げてきましたが、最近はやはりこの黄色ゾーン付近で上げ渋っている感がありますよね。ですので一度この辺りで中休みをするのかなというところ。まだまだ上昇していくんだろうと思いますが、一旦ここで値幅調整もしくは日柄調整をしている、そんな期間に入ってきますので、分かりにくい動きをする可能性がありますので、その辺は注意ですね。現在ストキャスティクスは高値圏から下落中、マクディもデッドクロスわずかですがしてきておりますので、ここから大きめの下落になっていく可能性がありますね。もし日足単位で調整をつけるのであれば GMMA の青帯付近、値幅調整をするのであれば176円ぐらいまで下落する可能性も考えておきたい。ただし日柄調整の場合ですと現在地付近で揉み合うレンジになってくる、レンジ三角持ち合いなどを形成するかもしれませんので、その辺も注目です。インジケーターとしては弱いですので値幅調整をする可能性があります。現在は上昇トレンド中なので押し目買いなんですが、押し目買いを考えている方にとってちょっとこのインジケーター怪しいかなと思いますので、その辺注意です。では4時間足です。昨日は GMMA の青帯で底固めをしてからの上昇になってきました。現在は最高値付近まで上昇してきて、再びこの 50% のラインに近づいてきてますね。ここでダブルトップでの下落になるのか、それともレンジになるのかっていうところを見ておきたいです。今は4時間足の GMMA で反発してきてますので、もちろんこの直近の最高値を上抜けて上昇していくっていうことも考えられますが、やはりこの 50% の184円っていうのはなかなか硬いラインだとは思ってますので、そう簡単に抜けられないのかなと。抜けたとしても騙して戻されたりとか、まあ、この辺付近で大きくレンジになったりとか、そういうことを考えておくのがいいんじゃないでしょうか。もちろん抜けていく可能性もありますので、抜ければ抜けたようについていけばいいですし、抜けなければ抜けないでここでの一旦の下落もしくは日柄調整っていうところを考えておく。予測することが大切なのじゃなくって、そう動いた時にどういう風にやっていくかっていうところを最初からイメージしておくことが大切です。ですので予測が当たったとか外れたとかそういう話じゃなくって、上昇すれば上昇したように、下落すれば下落したように、レンジになればレンジであるように、そのようにトレードをするイメージを持っておくことが大切です。で、現在は日柄調整の可能性を考えております。前回もお話ししてましたが、このオレンジのトレンドラインですね、この辺付近に近づくような動きをするんじゃないのかなと思ってます。近づくっていうのは値幅調整で接触に行く場合、つまりここからズドンと下落する場合ですね。もしくは横横の動き、今レンジになりかけてますので、このレンジでオレンジのトレンドラインに接触してから上昇していくということも考えられます。もちろんオレンジのトレンドラインに接触したら必ず上昇するわけじゃないので、そこは要注意なんですが、今は基本的に上昇トレンド中ですので、接触すれば上昇するだろうとまずはイメージをします。そして下抜けた時はその下抜けてからまた次を考えていけばいいと思いますので、今は基本的に上昇トレンド中なので、下落するパターンっていうのを作ってくれ、例えばここでダブルトップで下落するとイメージするのであれば、ここからのエントリーっていうのは優位性があると思います。その場合はすぐ上に損切りを切るからなんですけれども、今は上昇トレンド中ですので、ここから上昇していくっていう可能性の方が高くなってきてます。ただ今は一旦ここでレンジかなと思ってますので、このレンジ幅ですね、また後で1時間足のところでお話ししますが、その中で戦っていくのがいいかなと思ってます。で、4時間足ストキャスティクスは高値圏までもうちょっと距離がありますので、もう一度来週
週月曜日、一旦金曜日の高値を目指すような動きをするかもしれないですね。で、ストキャスティクスが高値圏に上がったところからの再び下落っていうところは考えておきたい。マックではあまり方向感がないんですが、少なくとも強くはないですね。弱い感じ。この感じ見ていても、その赤の方が上昇モメンタム、グレーの方が下落モメンタムなんですが、今のところグレーの方が多いですよね。チャートは上昇から横ばいなんですが、ずっとグレーの方が比較的多いので、やはり下落しやすいのかなというか、上値が重いのかなという感じですね。まずは週明け、一旦金曜日の高値を目指すかどうかっていうところ注目。そして金曜日の高値を目指せば、現在はレンジになると考えてますので、そのレンジ上限からの次の下落を狙うのもありだと思います。では1時間足です。昨日の上昇で1時間足の目線切り替えポイントっていうのはここに来ました。 182.2 付近ですね。ですので今1時間も4時間も目線は上、そして上昇トレンド中というところで、基本的には逆張りは厳禁なんですが、今先ほど言いましたこのレンジですね、4時間足でここでレンジになるかなと。そしてこの4時間足に引いてあったオレンジのトレンドラインがここですので、このあたりまでは一旦日柄調整をしてくる可能性があります。そうなると7月の1週目ぐらいっていうのはずっとこの辺りで揉み合いになる可能性がありますので、来週1週間は揉み合いの可能性を考えておきたい。で、今はこのレンジですので、もちろんレンジを抜ければ上抜けた方についていく、下抜ければ下抜けた方についていくっていうのがレンジでの考え方なんですが、現在はレンジの中にありますので、上昇してくればこの上限付近からの反発をイメージしますし、下がってくればこの下限付近からの反発をイメージしておくのがいいと思います。ですので来週月曜日もう一度上昇すれば、4時間足のストキャスティクスがもうちょっと上昇しそうですので、買い足でもう一度上昇してきた場合、ここでのダブルトップをイメージします。そうなってくるとここで一つ山を作ってますよね。ここでのダブルトップの中、ダブルトップの中のさらに右側で再びダブルトップを作る、そのような形になってきますので、その辺を狙っていければこのボックスの下限ぐらいまで狙っていけるかもしれません。ただし上昇トレンド中ですので、しっかり損切りを置くこと、それから下落しきらずにもう一度上昇していくっていうことも考えられますので、その辺は考慮に入れてなんですが、もし金曜日高値ぐらいまで上昇してくれば月曜日チャンスができてくると思いますので、その辺見ておくと面白いと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップを毎週更新しています。 FX の基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧で分かりやすい解説には定評をいただいております。少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。迷うなら無料期間だけでもお試しくださいね。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。